子どもたちの身の回りにはたくさんの危険が隠れています。お子さんの安全を守るためにお子さんに教えていただきたいことをお伝えします。木の陰や細い道、駐車場など人通りが少なく周りから見えにくいところは危険です。近づかないように教えてください。また公園のトイレを利用するときは友達や家の人と一緒に行く約束をしておきましょう。家に一人で鍵を開けて入るときは後ろに人がいないか確認したり、家に誰もいないときでも家に入るときは元気よくただいまというようにしましょう。他にもいつもの遊び場や通学路など危険なところがないかお子さんと一緒に確認しておきましょう。危険から身を守るためには普段の心構えが大切です。下校時やお友達と遊んだ帰り道など一人にならないように気をつけ、知らない人に声をかけられてもついていかないこと、車から声をかけられたときはすぐに車から離れるように教えてあげてください。マンションのエレベーターや階段など人目につかない場所で犯罪が発生しています。エレベーターに乗るときは知らない人が乗ってきたら一度降りるか、ボタンパネルの前に壁を背にして立ち、危険を感じたらすべての階のボタンを押して、止まったらすぐに逃げれるように教えてあげてください。お子さんのカバンやランドセルの見やすいところに防犯ブザーをつけてあげましょう。いざという時に防犯ブザーを鳴らせば周りの人に危険を知らせることができます。紐で引っ張って鳴らすタイプや握って鳴らすタイプなど様々な種類があります。いざという時に鳴らせるよう一緒に鳴らす練習をしてあげましょう。お子さんが危険を感じた時に逃げ込めるのが交番や子ども110番の家です。通学路や家の周りのどこにあるのか一緒に探して把握しておきましょう。他にもこんな時はどうすればよいかお子さんと一緒に考える機会を作り、約束事を決めておきましょう。